ちは。ウィークエンドケアの時間です。今回も郡山、いわき、青森、八戸、盛岡、仙台、タウン形成外科クリニックの石原先生にお話を伺います。よろしくお願いします。クリニックに寄せられた美容医療に関する疑問・質問の中から石原先生にお答えいただきます。はい、わかりました。それでは30代主婦の方からの質問です。シリコンを使った豊胸手術を考えているのですが、手術後乳がん検診などのレントゲン撮影はこれまで通り受けられますか、という質問です。はい、シリコンによるですね、豊胸術を受けた方でもですね、一定の年齢になればですね、乳がん検診は必ず受けてもらいたいと思うんですね。はい、で実際 の乳がん検診はですね、マンモグラフィーといってでレントゲンを写すんですが、撮影する機械でお胸を挟むことになるので、医療機関によってはですね、ちょっと挟むことで、シリコンを破損してしまうのではないかと、実際そういう事案はないんですが、そういう恐れで、ちょっとマンモグラフィーをお断りされてしまうということもたまにあるんですね。でそういった方たちの場合はですね、超音波検査で今乳がん検診きちんとね、専門医の先生方やっていただけますので、そこは安心して、マンモグラフィーでなければ超音波による検診を受けてもらうと。で、実際にシリコンの手術を受けた先生担当医から紹介してもらって、乳腺の専門医の方で、受診するというのが一番スムーズだと思いますので、ご相談ください。先生、ありがとうございました。